エルイホデル・サントは、メキシコシティ出身の覆面レスラー。映画アクションスターとしての活動も行う。ジップは、エル・サント。身長168センチメートル、体重84キログラム。1982年6月にデビュー。1983年に最優秀新人王と、年間最高人気選手賞を同時に獲得し、早くもトップレスラーの仲間入りを果たした。 1984年10月28日に、ウア世界ライト級王座。1990年4月27日には、ウア世界ウェルター級王座を獲得し、ウア史上初の2階級同時制覇を達成した。この間1986年10月に、ウア世界ライト級王座も獲得している。一時キルードに転校。親族から反対もあったが、転校し活動。 1990年6月にユニバーサルプロレスリングに参戦するため初来日。1992年5月にトリプル a の旗揚げ戦に参加。1993年11月5日にオクタゴンとのタッグチームでトリプル a 世界タッグ王座を獲得した。1994年11月に新日本プロレスで行われたトリプル a ルチャワールドに参加したが、 1995年8月にトリプル A を離脱した。1996年に CMLL にてルードに転向しライバルのネグロカサスを坊主頭に狩る。1998年に再びリンピオに戻る。2001年1月28日に全日本プロレスの東京ドーム大会にミルマスカラスとのタッグで参加した。対戦相手はブルーパンテル。 アルカンヘルでラムエルテ。二千七年十一月十五日、フィリピンのマニラで開催されたボクシング工業で、ルチャリブレの試合が組まれ、エルイホデルサントは、日本人、プロレスラーを相手に勝利した。プロボクシングの主要を4団体の一つである、WBC の会長ホセ・スライマンは二十五周年を迎えたエルイホデルサントに、同年十二月、そのプロレスにおける顕著な功績を称えて、 WBC 世界、レスリングチャンピオンの称号とチャンピオンベルトを付与した。それは、プロレスラーに対して、初めて名目的に与えられたものであったが、エルイホデルサントは、スライマンとこれに助力したエリック・モラレスに謝辞を述べ、そのタイトルを2008年に数度を防衛したとされている。2013年、息子のニエトデルサントが、プロレスリングノアに入門することが発表され、 同年6月3日に来日。2019年3月4日、ロッシー・オ川、ウルティモ・ドラゴンらの後楽園ホールでの、ルチャリー・バイ・ストレイラ・フィエスタに出場するため来日。メインイベントで、ウルティモ・ドラゴン、シルート・組、フェルサゲ・レーラ、シルバー・キング、ディアマンテと対戦。滑らかな動きとトッペでクリスト、カバージョを披露。試合後には、 ありがとうございますと流暢な日本語で挨拶をした。リングネームは、エル、英語の座に相当する後、イホ、息子、デル、英語のオブザに相当する後、サント、聖なるという意味で、父のエルサントに習って、聖なるもの,の息子という意味である。英語表記、ザサンオブザセイント。技や体の動きが正確かつ華麗であり、飛び技の空中姿勢は、美しいフォームで決める。 手が長く、カバージョのような技でも、引く力が非常に強いと言われている。プロレス以外でもスポーツ万能で、柔道や空手などの格闘技や水泳も得意だという。マスクハギマッチでは、無類の強さを発揮し、約40人のマスクハギに成功した。これは、長い歴史を誇るルチャリブレでも、最多記録である。1983年に最優秀新人王と、 年間最高人気選手賞を同時に獲得し、早くもトップレスラーの仲間入りを果たした。1984年10月28日に、ウアー世界ライト級王座。1990年4月27日には、ウアー世界ウェルター級王座を獲得し、ウアー史上初の2階級同時制覇を達成した。この間1986年10月に、ウアー世界ライト級王座も獲得している。 空中戦の使い手としては父親であるエルサントを超えている。特に3種類のフライングヘッドシザースは絶品。親のエルサントが映画などにも出演し、プロレスの枠を超えた国民的ヒーローであり、メキシコ国内にとどまらぬ南米でも著名なアクションスターでもあった。メキシコでの知名度は、初代や映画俳優業なども含めると、他の有名レスラーと比較しても断突であり、ウルティモドラゴン曰く。 メキシコでは、リッキドウザン、イノキ、ババに映画のスターである、石原裕二郎を加えたくらいの存在。オフィシャルショップを経営しており、メキシコの空港内にも店舗を構えている。世界で活躍する、ウルティモドラゴン、曰くそのようなレスラーは、世界でも3都だけ。デビューにあたっては、父から、いつも100%のルーチャーを見せることなど、レスラー。 サントとしての心への部分を学んだ。普段からマスクを着用し、ザグレートサスケもメキシコでそのサントの姿勢に影響を受けたという。ユニバーサルプロレスリング旗揚げ戦のメインイベントの6人タッグに出場し、試合終了後、客席からリングにおひねりが飛び交い、控室に敵者たちの前で自分たちの試合が日本のプロレスファンから認められたことに感激し、号泣している。 ホーラク楽園ホールでフェルサ・ゲレーラを破り、ホア世界ウェルター級王座を獲得した。この他にもナショナルウェルター級王座、PNW 王座も獲得し三冠王者となり、トリ AAA の爆発的人気を支えた。一時期ヒールに転向するにあたっては、親族から反対もあったが、親のさんとも最初はヒールだったことなどを、挙げ口出しをしないように解いたという。 2019年3月4日、ロッシー・オ川、ウルティモ・ドラゴンらの後楽園ホールでの、ルチャリー・バイ・ストレイラ・フィエスタに出場するため来日。メインイベントにて、ウルティモ・ドラゴン、シルート・組、フェルサゲ・レーラ、シルバー・キング、ディアマンテと対戦。滑らかな動きとトッペでクリスト、カバージョを披露。試合後には、ありがとうございますと流暢な日本語で挨拶をした。 老いのアクセルがサントの名を継ぐとし、レジェンドルチャドールであったウラカンダミレスが公演になったが、イホデルサントはサントの名を継ぐ器ではないと反対し、老いは元のアクセルに戻った。ありがとうございます。